はい、どうも、ジャネダルクです。ときで、今回は、コールオブデューティー MW2 に関する動画なんですけども、ここ最近 MW2 に関しての動画で、結構褒め倒してたと思うんですよね。それはもう新作リリースだから、それ褒め倒すし、公式からね、わざわざ招待受けて、ゲームのね、説明を直接受けてたら、そうもなるさってね、自分でちょっと納得してるんですけど、ただ今回の動画では、あえてね、その不安点ですね、あげるというか、皆さんから寄せられたコメント結構読んだんですけど、そこで言われてた、ちゃんと筋が通ってる、その不安点な要素のコメント、中にはなんか、BF2042 もクソゲーだったから、同じ DR 重視で、現代戦した MW2 は売れないっていうね、もう Z ラン大学生もびっくりのような、もうなんだこの論文はみたいな感じのコメントはね、さすがに筋が通ってないんで、それだったらね、MW2019 はウォーゾーン、タルコフとかどないやねんってなりますから、そういうのはちょっとさすがにね、場違いというか、また外れすぎるんでスルーして、ちゃんとね、コメント読んで、あ、なるほどなって、あ、こういう考え方もあるんや、みたいな、あ、こういうところみんな不安定に思ってるんだっていうのを紹介していこうかなと思います。ただそれだけだと、ただのね、不安定上げてる動画だけになるんで、ちゃんと補足で、けどこういう考え方もできるよねっていうのをちゃんとカバーしていきますので、よかったらね、皆さんも共感できた方はグッドボタン押して支援していってください。はい、ということで、まず一つ目、これはね、ちょっと僕からの不安定なんですけど、いきなりお前かいっていうね、まず水、ちょいちょい説明であったと思うんですけど、今回ね、 MW2 さん力入れたものの中でグラフィックだとかね、コールオブデューティーのマンネリ化を防ぐための新要素とか、 MW2019 よりもよりリアリティで、手のモーションのグラフィックとかめっちゃ頑張ってやりましたみたいなね、あと動き方の改善でドロフィンダイブっていうね、いろいろとあるんですが、その中で水っていうね、ウォーターってワードがあるんですよ。で、キャンペーンだけじゃなくて、なんとその水船、水中船っていうのがマルチにも用意してるらしく、前回紹介したデコイ風船、メタルギアみたいな形でデコイ置いて、敵の注意をそらすって形の新しいガジェットが追加されるんですけど、それね、水中に向けてちゃんと水中用のデコイになるらしいんですよ。なんか泳いでる的なポーズになるらしい。で、ここまで話したならわかると思うんですが、確実にマルチで登場しますよねっていう。で、さらにこれEA さんとかね、他の記事にも一切紹介してないね、プレミアムな話なんですけど、水中用の機雷っていうんですかね。水中専用の地雷って感じでしょうか。それも実装予定ってことで、イラストだとか CG とかね、ちょっと公式に見せてもらってないんだけど、一応口頭で機雷をね、追加するよって説明を受けました。ここまで言ったらもう水中専用武器があるぐらいだからさ、それは水中性あるよねっていう。で、さらに確定的なのが、これ EA さんの記事引用してるんだけど、ゲームディレクターのジャック・オーハラ氏っていうのかな、解説によると、コールオブデューティー MW2 では水のあり方が再定義され、キャラクターの水泳機能の導入に合わせて、これいわゆる泳ぎ方のエンジンの部分ですね、新しい泳ぎ方ってことで、よりリアルな、みたいな。で、すべてのモードで水場を、戦闘に活用できるようになるらしいですっていうね。はい。なので、間違いなしで水中戦があるんですけど、マルチの水中戦やっぱちょっとノーセンキューって感じですよね、僕らからしたら。いや、俺は水中戦楽しみやでっていうね、水泳部の方もいらっしゃると思うんですが、実際 BO4 でね、水中戦を実装したんですけど、ひどかったですよね。コントラバンドはまだね、ドミネーション B に絡める水中だったから、まだ楽しかったんだけど、後半に追加されたジャングルの水マップとか、もうザクソマップって感じでひどかったよね。さすがにあそこまではしないだろうけど、ただやっぱ水が絡むマップって視認性が悪くなる一方だから、そういうのはちょっとやっぱマルチではやめてほしいなっていう、キャンペーンとかだったら面白いんだけどねっていう。ただこれの一応補足として、インタビューの際に、ああ、新作コールオブデューティーは水が綺麗なのね、それでで、あんまり興味を持てないコールオブデューティーファンも多いでしょうが、配信越しでも笑ってしまうほど凝った作りになっていたので、ぜひ体感してほしいという風に答えたらしいんですよね。って言ってるから、僕らが求めてないことも運営もね、100も承知分かっているということをここで明かされているから、そこまでめちゃくちゃ無茶なマップ構成で全部水浸しとか、全マップどっかしら水が絶対絡むみたいなことはないんじゃないかなとは思っております。そのなんか新感覚要素を出すための、水、あえての水みたいなね。で、さらに補足すると、どうせね、インフィニティワードが作るマップの8割ぐらいがね、クソマップですから、正直水があろうがなかろうが、我々はね、シュートハウスとかリメイクマップに逃げるでっていうね、心構えですので、ぶっちゃけ水マップでクソだったとしても、大丈夫、何個か買いマップが絶対来るから、みんなでシュートハウスとかシップメントとか、ね、MW2019 で良かったマップリメイクされた時にやろうなっていう、ラストとか来るって言ってるからやろうなっていう感じですね。僕の不安要素はそれぐらいでしょうか。マップはね、MW2019 同様100信用してはいけない。もうインフィニティワードのところなんで、そこだけはちょっと皆さんに伝えたい点ですね。では、こっから動画のコメントだとか、ツイッターであったリプライなんだけど、まず、MW2019 と正直何が変わったのかわからない。武器のリロードモーションも全く同じでびっくりした。残念だった。これがやっぱり多かったですね。確かにトレーラー映像を見てるだけじゃ、MW2019 を PS5 のね、ちょっとグラフィックにあえて対応させたって感じの違いなんで、明白な違いを求められると、確かに今のキャンペーン映像だけだと、グラフィック以外の違いは見出せないですね。
ただこれね、ちょっと言わせてほしいんだけど、大まかなところで明白な違い、路線変更っていうのはいりますかっていう。まあ、これ言ったらね、まあ、元も子もないんだけど、MW で楽しかったって言ってる人からするとね、MW2 が出るってなったら、もう MW2019 のちょい進化したぐらいでいいわけなんですよ。もうそこで次回作だ、次回作コールオブデューティーだってなってトレーラーでいきなり空飛んだりだとか、やたら BO 以上のアクティブゲームになったり、鋼でできたね、壁を貫通して2発キルしたり、チーターもびっくり、近くを撃つだけで敵が投下されたり、TTK が爆速速くて、SMG、AR ですらも2発キル、3発キルがデフォの世界線だったり、はたまた適当に投げるだけでキルができる焼夷弾グレネードで、シップメントが炎の嵐になったり、あんだけ言われてたショットガンデュアルを最強にしてしまったりだとか、その焼夷弾がまた処理重くて、PS4 勢がバケットバースで、クソラグで、アビ共感だったり、二次戦って言ってるのに追加武器は全部近未来系のわけわからん銃だったり、新武器実装しても生産数100兆とか誰が知ってるねんっていうような、二次戦ファンですらも楽しめない武器追加したり、するようなゲームだったら嫌じゃん。ね。まあ、該当するゲームが一つ、頭がっていう形でね。まあ、MW ファン、ウォーゾーンファンからすると、やっぱ望んでるっていうのは MW2019 をより良くしたゲームなんで、ベースは一緒で仕方ないよねっていう、その大まかな路線変更されたら逆にま、そのファンを捨てることになるから、それはやっぱ MW2 っていう名前捨てなきゃいけないから、それはちょっと違うよねっていう。ただやっぱ公式の方も MW1.5 とか言われたくないってね、言ってたんで、そこはちゃんと MW の使い回しじゃなくて、全部1から再構築したし、新しいアイテム、ガジェットとか新要素とかね、まだ未公開今回の新要素ってたくさんあるんですよ。まあ、そういうところを一応ね一新はしたよとは言ってたんで、まあ、正当な MW2019 の続編としてね僕は楽しんでほしいなと思います。まあ、この括りいいよね。その変化のあるコールオブデューティーじゃなくて正当な続編ブーストみたいな形で変化でそのまた違った COD だよねってよりかは MW の正当な続編、これがまあ一番しっくりくるまとめ方なんじゃないかなと思います。はい、で次武器が MW2019 の武器が多い。まあ、さっきね使い回しはそこまでしたくないとは言ってたんですけど、やはりまあ武器は使い回しが出てしまったと。これに関してはね、まあ、僕もちょっと思うところありますね。正直今決定してる銃の半分以上が、まあ、MW2019 と同じですね。ただこれに関しては正直ね仕方なくて、まあ、現代戦 FPS の大半がこの路線だと思うんですよね。まあ、実際10年以上前の MW2 と MW3 って一応続編でね繋がってますけど、武器被るの大半で多かったりとかしたんですよね。であとまあ BF3 と方も被る武器多少あったりとかするし、まあ、そこら辺はなんかもう現代戦の末路宿命とでも言いましょうか。だってね僕がもうパッと思いつくだけで絶対まあ AK47 か74 AKM AK12あたりが出てきて、スカー L か H、M4 で HK416 に AN94 アバカン。あとは、なんだろうな、ガリルとかファール、M16、G3、AUG、ファーマスとかね。まあ、パッと思いつくだけでさ、こんだけ銃あるんだけど、まあ、これ多分ね、もう BF と COD のその現代戦でほとんどね、追加されてるラインナップだから、まあ、正直ね、似たり寄ったりするのは仕方ないよねっていう、もう昔からそうだよねっていう。けどね、それを仕方ないから仕方ないで片付けて納得できるかって言われると、まあ、お金払って買うユーザーからすると、いや、MW2019 は全て武器堪能したから、ちゃんと次回作はまた別銃で変化欲しいよってのもなるんで、そこはねこっから公開されていく。他にねその判明してない武器だとか、あと追加武器ですね。まあ、銃の判件的に初期武器はなんか攻めた武器出せないんだけど、新武器に関しては最新の判件ギリギリの銃を出してごまかすっていうね謎のテクニックがあるから、だからまあ MW がそれだったよね。なのでまあ新武器とかには期待したいなっていう。はい、これはね正直出てみないと、こっから情報公開されて他の銃が判明してみないとわからないところだから、まあ、この不安定は正直拭えないところかなっていう、否めないところかなっていう。いくら僕がまあ仕方ないよね、現代戦だから我慢しようねって言ったとしても、お金払うユーザーからするとそれが嫌だって人がいるから、それはもうほんとしゃあないところかなっていう、もうほんと個人的な感想だから難しいところですよねこれ。でお次がまあガンスミスすごいのは分かったんだけど、レベル上げも増えたらちょっと僕は嫌ですねっていう、はい、もうね手厳しい意見があったわけなんですけど、まあこれもね分からんでもないよねっていう。まあ実際バンガードとか MW2019 やってる人は間違いなく思ってる意見で、まあどうでもいい使わない謎パークとか謎のサイトですね。いやこんな視認性悪いサイト誰が使うねって言ってたら、たまに公開マッチで見るあるある。だからまあ別にサイトはまあ10歩100歩譲ってしゃあないところあるかもしんないけど、謎パークとかね、まあそういうのにその武器のレベル上げとしてまあ入れないでほしいよねっていう。それでレベル70とか80とかいったらやばいじゃんっていう。まあこれはちょっとまあ満場一致であるのかなっていう。まあ実際 BF2042 もね武器のレベル上げで最初めっちゃ荒れてましたし、なかなかねその今のバトロワーだとか無料ゲーとかやり慣れてる人からするとまあ苦手な要素なのかなっていう、その作業感っていうのかな。ただコールオブデューティーからレベル上げと迷彩解除をなくしてしまったら飽きるのもね秒で飽きてしまいますから、まあそこら辺はやっぱね難しい調整具合かなっていう。多分多すぎたら荒れるし、少なすぎても飽きるってところに直面するから、まあこれは一長一短なところあるんで、まあ補足するとすれば、まあ一応今回から新システム採用で M4 アンロックして使ってたら、次 M16 か次 M16 か MCX に枝分かれして M16 を枝分かれして進めていくと EBR アンロックできたわとかね、まあそういうシステムになるらしいから、まあ改善
されると思うんで、まあそこの新システムに期待しましょうか。で、お次、PS4 版はそろそろきついんじゃねっていうね、まあ PS4 デーからの意見があったんですけど、まあ正直ね、きつくはないと思う。ただあのね、今回も大人数モードあるんで、そういうモードだとか、あとマップがね、もしかしたらめちゃくちゃ広いかもしれないタルコフモード、はたまた無料で出るウォーゾン2、まあこういうのは正直ね、60fps 余裕で切ったりするんじゃないかなと思うんですが、所詮ね、まあ通常マッチに関してだったら6対6なんで、まあそれぐらいであればまあ余裕なんじゃないっていう。まあ今回グラフィック超綺麗だけど、MW2019 も綺麗だったじゃん。ね。なんだかんだ綺麗だったじゃん。だからまあ MW 行けたんだったら、MW2 のグラフィックも行けるっしょぐらいのね、僕は感覚なんですけど、ただやっぱね、その画質だとか読み込みは、そのね、PS5 とか PC 版の劣化版になると思うんで、そこら辺はその実際ベータとか来て、まあ触れてみんことには僕もはっきりとは言えないんだけど、まあ通常マッチぐらいなら大丈夫なんじゃないかなと予想しています。ただね、これ一番最悪なのが、PS5 とか PC は視野角いじれて、PS4 は視野角いじれないっていうね。まあそもそも視野角ってやっぱその、表示される領域が広くなるわけじゃないですか。だから、表示されてるところで起きてるのを読み込むわけだから、PS4 とかの処理能力だった場合、視野角が広くなれば広くなるほど、やっぱフレームレートっていうか読み込み処理が重くなるわけだから、きついわけなんですよね。ってなってくると、PS4 だけ視野角いじれないようにしましょうねってなったら、100% 文句出てくるから、ね、そこら辺はちょっと頑張ってほしいですよね、最適化ってところに。はい、っていうところで、今回ちょっと不満点、または不安点ですね、上げさせていただきました。まあ僕はほんとマップぐらいしか、不安要素ないんですけど、一応まあコメントとかで言ったらね、こういった不安点がありましたので、まあぜひね、まあ MW2019 やってる人はこういう不満点、まあ不安点、まあ知ってるよって100も承知で俺は買うぜってユーザー猛者ばっかだと思うんだけど、これからね、コールオブデューティー買いますぜって人は、まあこの不安点をしっかりとね、踏まえた上で、皆さん予約だとか、予約せずにちょっとペイタイ試そうかなって形で、考えてみてください。はい、ということで、これからもですね、コールオブデューティー MW2 に関する最新情報だとかね、上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。